こんにちは、冷戦です。今日は1月30日土曜日になります。実験生活1021日目、不老不死週1絶食回復期間21日目と、大体パンと大豆と野菜ジュースで生活実験21日目です。天気は晴れ、ちょっと寒いけどね。朝雪降ってたね積もってたね。現在時刻は正午12時4分前ってところです。もう昼です。で、今日はちょっとね、買い出し行かない予定だったんだけど、もうノートがね、なかったノートなかったんだ。もうこれ17だね。17がもうラスト行っちゃったもんで、でちょっとノートを買ってくる。これ全然違うノートなんだけどね、のまああの残ってた部分っていうのかな、まだ空いてたところに書き込んでるもんで、まあ新品のノートをちょっと買ってこようと思います。ついでに有機投入とか、まあ補充ですねもしてきます。なんで買い出し行くのと、あとはまあ買い出しでちょっと豆腐ね、安いのあったら買ってくるかもしれないし、まあ、なかったらなかったでいいけど、で、あればまあ豆腐とか、そういうのを食べるし、あとヨーグルトですね、三菌ヨーグルトと、あとパンが2時ぐらいかなに焼けるもんで、パン1斤食べて、でヨーグルトにはオートミールを 30g ずつ入れていきます。今日からね、それでやっていく。で、体のちょっと具合とかいろいろ見たいもんで、そんな感じですね。食物繊維あるっていう割には昨日便出てないんだよな昨日便出てない。むしろね、オートミールは腸に悪いかもしれないね。便秘になりやすくなるっていうかさ、逆にね、快便の逆っていうか、その可能性もある。まあちょっとね、しばらく実験して見ていこうと思っています。実際食物繊維が豊富だったら、ヨーグルトと混ぜると腸内環境良くなる可能性があるんだよね。善玉菌の餌としてさ、食物繊維がうまく働けばね、まあなんでそういうところも見たいと思っています。そんだけですね。そしたら始めていきます。今日の1杯目入れていきます。これ B の瓶ですね。1月25日午前11時45分頃に仕込んだ20世代目種菌 200g、 午後9時45分頃に出しています。10時間発酵のタイプ。この時の温度 23.6 度ってやつですね。ここから200でね、まだグリーンスムージー作ってないんだよね。作れてない。今温めてるのは、あの麹エキスの方だね。よいしょ、これ200。明日の朝の分がないかな。まあ普通のグリーンスムージーで作っていいんだけど、なんかね、作る気しなくってね、めんどくさくって、とにかく食べるとやる気がなくなるんだよな食べると焼きがダメじゃんな。この辺ですね。で、グリーンスムージーを300。で、スタイルワンのきな粉ですね。これを大さじ1杯。あと、ターメリックですね。有機ターメリックを 1g。
で、ブラックペッパーを 1g。メモリが変わらんな。これ 1g ももういってると思うんだけどな。まあ 1g ってことで、こんだけ入ってんだよ。 1g だよねこれ。なんかこのタミタの測り、時々数字が変わんないことがあるんだよね。はあ、よくわかんないけど、メイドインジャパンなんだけどな。メイドインジャパンだよねこれ。あ、違う、メイドインチャイナだ。で、水ここに入れていきます。ナガラの名水を300ですね。まあ、これ飲んでちょっとゆっくりしたら風呂入って神棚やって洗濯も干して昼だけどねで買い出し行っていきます。これ今日もう、まあ、作ったんだけどなんかまた様子が違うねいつもとね。こんなコロコロ変わるもんなんだね。今日は和子さんの強力粉150と、あと和子さんの全粒粉だね、あれ50ラストのやつね、とあとパイオニア企画さんのやつの全粒粉 100g で今作ってる、でオートミールは入れてないってとこですね。なんでね、パイオニア企画さんの全粒粉使ってるんで味はちょっといまいちかな。一応和子さんの小麦粉を、まあ、計200使ってるんで味わいはあるはあるね。あるけどやっぱかなりちょっと少ないね。そしたら取ってきます。今からちょっと買い出し行ってきます。もう夕方だけどね。ゆっくりしてたら遅くなっちゃった。今帰ってきました。買ったのは有機豆乳を8本と、あとワイン、これね。同じやつ、ロシマゼ、リオニエシロってやつですね。これと、あとはまあお惣菜も OK って話だもんで、藤子きんぴら、きんぴらですね。まあきんぴらごぼう、これまあ少ないけどね、少量、わずかな量だけど 28g×2 なんで、まあ、50g ってとこですね。あと高野豆腐、高野豆腐、まあ、半額だったんでね、これも小屋豆腐、お勤め品だったんでね。まあ、たまには。これもお惣菜っていうことでね。あと、これ、漬物、ね。半額だったんでね。これも漬物半額だったんで。まあ、少しずつね。少しずつ食べていこうかなと。で、ノートってところです。で、創建者のね、全粒粉が売ってなくって、買えなかった。あと値段意外に高かったわ。300円ぐらいだなと思ってたら390円だったね、あれ。300g で390円だから、割と高いんだわ。まあね、スペルト小麦に近いぐらいの値段だね。スペルト小麦に近い。どうしようかなってとこですね。まあ、魂と相談して買おうかなと思ってますけど。まあ、そんな感じです。したら、
これちょっと食べようかな。久しぶりにきんぴらごぼう。こんな感じのやつだね。この本当にちょびっとだけしか入ってないけどね。うん。まあ、おつまみ程度だね、これはね。で、ワインだな、ワイン。ただ、アルパカは、ちょっとターメリック合わないもんで、もう、これだけで、直接飲むかなと思います。ね、アルパカですね。サンタ、ヘレナ、アルパカ、ピノ、ノワール。を100ミリ。うん。まあ、早いとこなくしちゃって、うん。なくしたら、次、こっちだね。に戻すっていうか、変えるもんで。そしたら、取ってきます。じゃこれと、これですね。合わせて取ってきます。次、入れていきます。水。中の名水を300。あのきんぴらはもうすぐなくなっちゃうね、あれ。28g なんてすぐで。うん。もっとたくさん食べたいってとこだったけど。うん。パンがな、今日いっぺんに一気に取っちゃったでな。お腹いっぱいなんだよね。したら取ってきます。これ、高野豆腐と、あと、きんぴら、残り1パックだね。取っていこうと思います。で、こっちの方、原材料名、まだ言ってなかったもんで。名称、惣菜、原材料名は、ごぼう、こんにゃく、にんにく、醤油、砂糖、水飴、ごま、油、ごま、野菜、エキス、調味料、かつお節、唐辛子、昆布、酸味料、水酸化カルシウム、かっここんにゃく用凝固剤、ってところですね。うん。原材料の産地、中国はごぼう。人参は日本。内容量は 28g×2。で、富士子ですね。富士子株式会社。神戸ですね。あんなところです。こっちは、まあ、前に紹介してるからいいよね。うん。国産大豆使用、味付け、高野豆腐、2枚入りってやつですね。グラム書いてないんだわ。うん。ただ、低波調整剤入ってるね、これね。うん。まあ、そのとこです。あと、水。水。喉乾いちゃってね。ながらの名水は300。やっぱあれだな、ワイン飲むと喉乾くね。うん、ワインと、あと、まあ、固形物取るとね。したら取ってきます。まだね、編集作業全然やってないんだけどまあこれ食べてからねやろうかな。これ今バーンって音がしたもんで見てみたら、このありさまだね。ああ、こんな感じ。これこの蓋あれだよ、自分で開けたわけじゃないからね、吹っ飛んだんだよこれ。うん。で、この蓋は向こう側にね、あっちに落ちてたんだけど。元気いいねこれ。うん、麹エキス。もっと吹き飛ぶね、マジで。でもう一杯入れていきます。ながらの名水を300。この水のまあ量っていうかな、体が欲しがるのは間違いなくワインだなこれ。うん、ワインの消化に必要としてる感じだね。そしたら取っていきます。え、次入れていきます。今日2杯目だね、まだね。ヨーグルト、これ B の瓶ですね。こっからしようかな。400で三菌ヨーグルト作るんで、うん。 A の瓶がね、すっかり忘れとってね、
過発酵になっちゃったんだよね。18時間以上一般心してたね。発酵させちゃってたね。タイマー書き忘れてたんだよな。これで400。で、これね、まあ4センチぐらい泡が来てるね。これもうちょっと出さないとね、さすがにまた爆発するでね。前もやってまたやっちゃったね。学んでないっていう。で100ミリ、バッテリーが切れる。もうちょっとか。いいとこでしょう。これで明日の朝まで持つかな。また爆発しそうだけど、かなりすぐだよな、泡が上がってくるのね。で、きなこ、まあでもきなこ入れないと酸菌にならんだな。きなこ大さじ1杯だけど、きなこ入れるとお腹膨れるんだわ。で、ターメリックね、ターメリックを 1g。 で、ブラックペッパーを 1g。で、これオートミール、これを30ね、入れるかな。30、きのこはもうなしにして、31だけど30ってことでいいでしょう。まあ、多少はね、めんどくさいんでね。いっか、31で。きな粉なしてもいいかな。酸菌じゃなくなっちゃうけど。今、割とお腹いっぱいになりやすいもんでね。で、あと、これかき混ぜて、取るっていう形ですね。したら、取っていきます。おはようございます。おはようございますっていいのかな。10時37分ですね。まあ40分狙って計測入っていきます。
ウエスト測っていきます。正面、側面、背中。まだね、今アップロードしてる最中なんだよね。パソコン稼働させてるんでちょっと音入っちゃいます。70ですね。血圧119-72です。今日の結果報告です。今日は天気晴れですね。睡眠時間5時間半ほどとっています。午後3時から4時までの1時間と午後7時半から8時までの30分間と翌日午前1時半から4時までの2時間半6時から7時半までの1時間半合わせて5時間半なんだけど、かなり適当なんでね、もうね全然わかんなかったで、ビデオカメラの中見て記録し直すっていうのもね、ちょっとねやる気がしなかったっていうか、めんどくさすぎて、だいたいこんなもんかなみたいな、すっごく適当につけたもんで、最初の3時から4時の1時間もね、これ多分違うと思うんだわ。もうね、寝るタイミングとかね、で、起きるタイミングもね、結構もうバラバラでさ、何回もあったもんで、で、正直ね、よくわかんない。今回は。かなりちょっと上下するっていうか、数字変わると思います。また動画の編集作業中にね、確認取るんで。なんで、まあ仮ってことで、仮で5時半ですね。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなし。日中の室内温度、正午12時頃、計測で21度。湿度は 20% でした。飲んだもの、ヨーグルト、自家製のカスピ海豆乳ヨーグルト。今日は B ですね。B の瓶、20世代目10時間発酵のタイプで 600ml 取っています。麹エキスは100、グリーンエキスは300、ワインは100、アルパカですね。水は1200になります。合計が 2300ml。水1200のため、実質は 1100ml プラス固形物です。で、固形物の方が自家製の三菌酵素パン1斤と、きんぴら 56g と高野豆腐2枚ですね。まあ、きんぴらはね、もうあれなんか誤差の範囲内だね。ほとんどなんか食べたって感じしなかったね、あれは。あと、漬物だね。漬物3種類取ってます。浅漬け、たくあん、あと、ウリのぬか漬けですね。で、新しく買ってきた漬物2種類あるもんで、あれを明日からは、まあ、使っていこうかな。で、たくあんがもうないのと、あと浅漬けももう切れたもんで、まあ、そこに今日買ってきたやつだね。きゅうりのやつとか、あと、白菜のやつだったっけな、あれ入れてくんで、でまあ3種類っていう形ですね。まあ漬物に関してはそんなにたくさん取ってるわけじゃないもんで、まあ量に関してはね、どこまでを少ないっていうかにもよるけどさ、まあそう気にしなくてもいいぐらいかなってとこです。まあ大体っていう形でやってるんでね、いいでしょう。きな粉大さじ2杯、ターメリック 2g、 ブラックペーパー 2g、 黒糖は0、オートミール 31g、 ピーナッツバターは適当です。まあオートミールね 31g、 まあ 30g だね、入れるって形で、今日1杯目は入れてなかったよな、確か、確か入れてなかったと思うけど、2杯目だけだよね。で、尿回数5回出てて、濃さ薄めでね、なんか匂いがね、コーヒーの匂いがするんだよ。コーヒー飲んでないのに、なんだろうね、ワインかな、多分ねワインだと思うんだよな。尿からコーヒーの匂いがするんだよ、コーヒー飲んでないのに。で、アルパカのワイン飲んでからだな、これ。昨日もちょっとなんかあったな、コーヒーの匂い。昨日言い忘れてたけど。アルパカのワイン飲んでからコーヒーの匂いがするようになったから、尿ね。尿から匂いがするんだよ、コーヒーの匂いが。で、ワイン、赤ワインなんて過去何回も飲んだことあるけど、コーヒーの匂いがしたなんてことはなかったけどな。
あのアルパカだけなんか特殊かもしれないね。なんかあるかもな。まあいいや。ラズベリーとかね、なんかいろいろ入ってるもんで、あのベリー系が関係してるのかな。で、量は平均的な量です。大便今日1回出てます。午後1時15分頃、色褐色、太バナナ状20センチプラス、中太バナナ状20センチプラス、細バナナ状5センチ。平均的な硬さで匂いは少しありってところです。で、おならはたまにありで匂いはなしから少し臭いですね。まあね、大体匂いはなかったんだよ。もうずっとなかったんだよ。で、夜中深夜0時頃だね。深夜0時頃に、ようやく少し臭いのがちょっと出たっていうね。そんだけ。これ多分ね、高野豆腐だな。それまで調子良かったんだよ。だもんで、ヨーグルトとパンとワインだね。これでやると、腸環境いい。いいな、やっぱり。あのワインね、でかいよ。意外にでかい。腸環境良くしてくれるな、あれ。ワイン飲むと。間違いなく。こんなにね、おならがね、臭くないってちょっとびっくりだもんね。これだけ食べてて。ワイン飲むようになってからだもんね。それまではあのパンとか食べてたら、なんかすっごい臭いおなら出てたじゃん。今まで出てたじゃん。ワイン飲む前。それがね、すごいよ。本当に臭くないんだ、おならが。これはね、試したらわかる。やったらわかる。まあ、簡単にやれるもんで、お金かかんないし。ロシマゼ買ってさ、で、まあ今日はターメリック入れてないし、ワインの中にね。まあ今日はっていうか、昨日までの恩恵が強かった可能性もあるけどさ。まあターメリックとワイン買ってさ、飲んでみたらいい。試したらよくわかる。絶対わかる。腸環境良くなると思う。おならが臭くなくなると思うから。ただ、あまり食べる量が多いとね、多いと効果ないかもしれないけどね。負けちゃって。善玉菌が増えるよりも悪玉菌の方が繁殖しやすくなっちゃうというか、あんまりがっつり食べちゃうとね。今日でもこの高野豆腐食べてから深夜0時にね、そのワインの効果が切れちゃってるもんで腸環境が悪い方向に落ちたっていうかな。なのでまあ食事の量で変わってきちゃうけど、それでも何かしらその変化っていうのかな、違いはわかるかもしれないから、やってみるのおすすめですね。ワインいいよ。腸環境を良くするにはワイン。意外にね、盲点だよね。多分誰も気づいてないんじゃないのこれ。まあ腸に関する本って全部読んだわけじゃないから、誰かがもしかしたら書いてるかもしれないけど、今まで読んだ情報知識の中では出てきてないね。全く私の中では新しいっていうか、もしかしたら誰も気づいてないかもしれない。ワインは腸環境を良くするっていうね、これすごい発見だと思うんだけどな。まあそんなところです。で、今日の計測時刻は午前10時40分頃ですね。昨日よりも10分ほど遅いです。まあ同じ時間に測ってるって見方でいいでしょう。体重 60.00kg。昨日に比べて 0.35 キロ の増加です。なんで今日は結構体重増えてる。で、今日はね、パンはね、もう一気に全部いっぺんに取っちゃってんだよね。一気に食べてんだわ。昨日はちょっと2回に分けて、で、少しお腹空いてきたぐらいで半分まだ食べてたんだけど、今日は一気にもう全部取っちゃってんだわ。まあ、普通に食べたかったもんで、取っちゃったんだけど。あと、高野豆腐今日取ってるもんで、まあ、このあたりだね。このあたりの影響で体重増えてんじゃないかなってとこです。BMI18.9 でプラス 0.1、 体脂肪率 12.7% で 0.4% の増加です。なんで体脂肪率も体重も今日上がってる。そこそこ上がってる。まあここは高野豆腐とパンをね、一気に全部食べちゃったっていうね、のね、影響だと思います。血圧119-72、最高血圧プラス6、最低血圧変化なし。まあ変わってないって見方でいいでしょう。脈拍71でマイナス1、ウエスト70センチで1センチの増加です。なんで、まあこれ、おそらくこのウエストはパンだな。パンはやっぱり一気に全部いきなりドーンと食べちゃったっていうね。
お腹を膨らませると体脂肪率が上がる。体重体脂肪率、うん、体重上がらない時あったけどさ、体脂肪率の方にはかなりしっかり出るね。だもんでやっぱお腹は膨らませない方がいい。パンはやっぱ、ね、少しずつね、少しずつ食べるのがやっぱ正解だなと思う。その方がまあ血糖値とかもね上がらないと思う、間違いなくね、うん、そういうのもあるし、体脂肪率もまあそんなに増えない、ドカンと増えない、うん、女性なんかはね、うん、太りたくないっていう、ブクブクになりたくないっていう、ウエストとかドーンとなりたくないっていう人はまあお腹をとにかく膨らませないっていうね、うん、やっぱ腹6分目ぐらいを意識する、うん、やっぱ大事だねそこで、回数を取るっていう形だね、うんうん、数回、例えば1日3回ドッカンドッカンドッカン食べるんじゃなくって、もっと小分けしてね、小分けして食べるって、ちょっとお腹空いてきたらまたちょっと入れて、またお腹空いてきたらまたちょっと入れてみたいな、うん、そういう食べ方だね、うん、胃をうわっと膨らませないっていうね、うん、膨らませると体脂肪率うわっと増えるからそういう風にね、うん、なるべく少ない量で数を増やすことでね、うん、食べていくっていう、数っていうか回数だね、回数を増やすことで食べていく、うん、対応していくっていう、うん、そっちの方がいいな、うん、普通のその食事、白米とかさ、うん、おかず類だね、普通の食事とかだとあんま回数分けらんないじゃん、ラーメンとかさ分けらんないじゃん、あんな一気に食べるしかないじゃんうどんとかもそうだけど、うん、あと普通の白米ご飯なんかもさ、うん、あんま保存しとけないよね、うんうん、なんかそういうのもあるもんで、普通の食事は太りやすいんだよね結局ね、うん、ヨーグルトとかの方がまあいいと思うけどなそういうことヨーグルトとか、あとまあ単に豆とかね、豆類だったらさ、ちょっと小腹空いたら少し入れるみたいな、融通が効くじゃん、うん、そういうのだね、うん、あとまあ出かけてたらね、なかなかそんな分けらんないもんで、細かいね、またいった大豆とかさ、ああいうのだったらね、ちょっと小腹空いたら少し食べてみたいな、で保存も効くし、うん、そういうので対応する、うん、のがいいかもしれないね。で家にいるときはまあね、ヨーグルトとかさ、うん、白米とかだとやっぱ一見ね、一遍食べちゃうよね、うん、でパンもね、やっぱ出来たてが美味しいんだよ、うん、少し時間経つともう美味しくないんだわ、全然美味しくないんだわ、うん、まずい、本当にまずくなるんでね、うん、だんで一遍に食べちゃうんだけどな、まあうまくやる方法を探さないとってとこです。まあ、ブレッドウォーマーで1時間ぐらいかけてね、ゆっくり食べるっていうのがまだ妥当かなと思うけどな、食べちゃうんだよやっぱり、あると食べちゃうってやつだね、うん、あると食べちゃう、どうしてもね、うん、まあ時間かかるかもしれないけど、だんだんとね、だんだんとその一気に食べないようにねしていこうと思ってます。習慣づけってやつですね。で今日の気づき、まあさっき話した通り、やっぱワイン取ると腸内環境良くなるってやつですね。臭いおならが出なくなる。で高野豆腐取ったら、まあ深夜0時に臭いおならが出るようになったっていう、まあ今日そんだけですね。特にない、これといって別にないな、うん。であとオートミール今日取ってんだよね、ラスト深夜0時20分頃にね。あ、そういえばオートミール取ってからの腸内環境はいいな。夜中深夜0時に臭いおなら出たんだけど、それ以降だね、このオートミール、うん、な2杯目だね、2杯目のヨーグルト、オートミール入れた2杯目のヨーグルト取って、その後だね、その後に出たおならは臭くなかったな。寝てる時で時々まあ目が覚めたりしてて、ゲームをちょっとやったりしてて、でその時に出たおならが臭くなかったな。うん、オートミールいるかもしれない、うん、オートミールね、オートミールっていうかヨーグルトにオートミールを入れたものっていうのかな、オートミール入りヨーグルト、酸菌ヨーグルト、これはいいかもしれない、腸内環境にね、うん、オートミール自体も食物繊維豊富っていうふうに言われてるじゃん、
で善玉菌の餌として食物繊維必要って言われてるじゃん。で腸内環境を良くするためにも食物繊維は必要って言われてるじゃん。まあ、有効っていうかね、すごくいいって言われてるじゃん。まあ、必要っていうかね、うん、って考えるとオートミール割といいかもしれないってとこなんで、うん、ただ溶かして食べようとするとまずくなるから味が落ちるっていうか美味しくないっていうか、うん、だけどそのままだね、そのままだと結構香ばしくてうまみもあるから、だからこういう風にオートミールをヨーグルトの中に入れるっていう形だね。この食べ方がやっぱ一番正解だな、これ。そうするとお腹の腸環境良くなって臭いおならも出なくなる。うん。あとはまあ体重だけど、まあ、体重コントロールにも意外と使えるかもしれないし、値段もそんな高いわけじゃないし、って考えると、うん、結構オートミールいいかもしれないね。要は使い方ってやつだな。パンに入れたらあかんけど、ヨーグルトに入れたらいいっていうね、正解っていうね、そんな感じですね。今日はまあそんなとこですね。特になんもないね。でグリーンエキスがね、ちょっと作るのがもうめんどくさくなってきてて、っていうかね、食べてるとやる気が起きないんだわ。でなかなかねグリーンエキスを作る気にならないっていうのがめんどくさくって作ってないんだわ。明日だからちょっとグリーンエキスないな。作らなきゃいかんだけど、まあ、とりあえず普通のグリーンスムージーだね。グリーンスムージーの方でやっていこうかな。うん、で作れる時は作ってグリーンエキスまあね取るようにするけど、今後朝はね必ずグリーン、まあ、エキスでやってたんだけど、グリーンヨーグルトでやってたんだけど、まあ、今後はあれだな、普通のグリーンスムージーを使ったグリーンヨーグルトになりそうですね。酸菌じゃないやつだね。うん。なりそう。酸菌じゃないんだったら、まあ、きな粉、まあ、きな粉を一回入れとくか。ターメリックは入れるけどね。うん、で、あと、オートミールも、まあ、一杯目から入れるようにしていこうかなと思ってます。明日はね。明日なんで、一応、まあ、できたらヨーグルト3杯。3杯取って、その3杯すべてにオートミール 30g 入れてやってみる。できたらね。うん、で3時ぐらいにパン焼けるもんで、パンはまあ食べて、ただパイオニア企画さんの全粒粉使ってるんで、うまみはあんまないかなってとこですけどね。でまた届いたらね、届いたらスペルト小麦のね、スペルト小麦がまあ来たらそれちょっと試すけど、うん、試すときに、まあ、強力粉は日清のパン専用小麦粉でやろうかなと思ってます。あれがまあ魂が一番いいって言ったやつだもんで、うん、和子さんのやつよりはそっちで試した方がまあいいかなってとこですね。で送検者のやつ、買い行ったけどなかったもんで、ちょっといつ手に入るのか分かんないし、値段も割と高かったから、もしスペルト小麦の方が調子良かったらね、調子良かったらあっちの方を全粒粉として使おうかなと思っています。まあ値段高いんだけどさ。そんな感じですね。とにかく習慣、これが一番いいっていう形を、まあ作ってっていうか見出して、で、それでまあ回していきたいんだわ。習慣としてね。まだそこまで行ってないっていうか、今まだ割とぐっちゃぐちゃだもんで。そんなところです。まあ無理はしない流れに任せてやっていきます。そんな感じです、明日は。ですね。買い出しはまあなしですね。あ、なしか。もしかしたらね、日清のパン専用小麦粉をね、昨日か今日か。買ってくるの忘れちゃってね。すっかり忘れてたね、あれ。だからそれをまあ買いに行くかもしれないけどね。まあスペルト小麦自体はそんな急いでやる必要はないもんで、まあパイオニア企画さんのやつがなくなってからでもいいから、まあ焦らずやっていこうかなってとこです。そしたら、実験生活1021日目完了です。それではまた明日。